へえ、第2回シャトバミー賞。あ、今回は他選募集なんだ。これさ、もし仮にノミネートされたらさ、次回視聴者とコラボした時にさ、プレゼント企画とかね、できるよね。あ、てかさ、リアルプロモーションカードもらえるんだ。へえ、え、じゃあみんな応募しなよ、俺に。よ、みんなさ、前回の動画見てくれました？まあ見てわかったでしょ。もうね、全然レジェンド当たらなかったんですよ。で、作りました、スノーホワイトプリンセス3枚。これでちょっとね、ランクマ久々に潜ってみるわ。本当に久々なんだけど、ランクマ潜るの。これかな。え、どうなんすか今の環境。1週間ぐらいさ、初動バースあんまりやってなかったんだけど、やっぱ今もあれなの、クラキがブンブン回ってるのかな。てかまだあれなんだよね、何がナーフされるかってまだ発表されてないんでしょ。なんか7月末みたいな話を聞いたけど、ね、どうなんだろうね。多分俺その日になんないと言わないと思うんだけど、何がナーフされたとか、ああだこうだみたいな。え、ウィッチか。最近のウィッチ何が流行ってるのか全然わかんないんだけど、あ、いいね、いいんじゃない。あれかな、超越かな。普通にテンポだとちょっときつい気がするんだけど、よろしく頼む。しかも相手グラマセだし、かっこいい、このスリーブ欲しいんだけど。いいな、まあ、これ出して、これね、スノーホワイトプリンセスを使った、まあ、普通のイージスビショップなんだけど、魔法図書か。これだけじゃまだわかんないね。多分土ではないんだろうな、多分これで。あー、これはさ、これでまず召喚して、ノイシュ。出してね、このさ、ノイシュ、みんなコメントしてほしいんだけど、このノイシュってさ、何に使えばいいの？後半だよね。なんか後半やべえなって時に出せばいいんだよね。お菓子の家。何これ、初めて見た。あ、え、ファンファーで相手のフォロワー1体に2ダメージで、何、1体に2ダメージしてどうすんの。え、初めて見た、お菓子の家。1体に2ダメージ、自分のリーダーは2回復。あー、なるほどね。あー、で土なんだ。へえ、うん、これは殴って、スノーホワイトープリンセス出してノイシュでいいか。え、いいよね別にノイシュ出しても。あれなのか、超越とかやられそうだなっていう時にノイシュ出せばかなりいい、便利になるのか。レビー出して、進化さしいの。でも今なかなかいいムーブだよねこれ。しかもさ、なんか最近メンコバースって言われてるよねこれ。本当に先行かかすみたいな。でもカードゲームってさ、どのゲームでも一緒だけどさ、先行強くね毎回。あー、これちょっと悩むね。これ悩むな。カード引いてもいいけどさ、全然引けなかった場合のことを考えると、ちょっとこれまだ取っておきたい節はあるんだけど、でも絶対の僧侶も使えるからいっか。ドローして、なんか来い、なんか来い、なんか来い。ダメだった、手に3枚来たし。今、みんなさ、今の時どうした？普通に鉄槌の総理出してた？なんかさ、俺、ギャンブルしたんだよな、ああいう時。その進化権はどうなんだろう？切って正解なのか、お前。さあ、あ、スノーホワイトアプリンセス来て、まあ、これでぶっ倒して、いいよね、裁判所使っても。よし。だってこれでさ、ゴーレムも倒せるよね、あの魔導のなんか巨神兵みたいな。上級アルケミスト、いやー、ちょっとこれでもバトルが長引けば長引くほど俺が有利になってくるぞこれ。さあどうしよっかね。これ3月ウサギのお茶会で、これあれだよね、パー5いくよね、いくよね。3月ウサギのお茶会、
あーでもテミス切ってもいいな。進化、え、どうする、みんなここだったら進化切っちゃう、進化かテミスか。でもテミスめっちゃ持ってる。あー悩む、いっか3月ウサギで、でスノーホワイター出して、あ危ない危ない、あれ来るかな、破砕の金獣、破砕の金獣来た時のためにスノーホワイターじゃなくて銃器出しとくか。来そうだよねこの場面だと。やっぱ来ることを予想してさテミス切っといた方がよかったかな。来たね、あーテミスの方が良かったかな今の。グリームおじさん、これでいいかな。あーちょっとテミス腐ってるな。うわーマジで進化かな、進化切らない、ガンガン出すね、切らない、破壊と。あーちょっとこれきついな、いろいろもろもろ平野きついなこれ。総理はちょっと取っておきたいからなんか下手くそだな俺、なんか久々にやったら下手くそになってるかもしれない。大丈夫かなこれ、相手どんな、え、ただのつ、あレビー、あーこれなんだっけ、全部に3ダメージでか、強えなこれ。で出して多分勝利してくるでしょ何かしらで。なるほどな、これグリーンモジさんでいいよね。あ強い強い強い、グリーンモジさん強いよこの場面。ウェイクリームにいるってずっと強えよなこれ、半端な暗い。え、これ結構厳しいんじゃないの、なかなか。どうなのよグラマス、この人ビッチグラマス行ったのかな。でもさ、ぶっちゃけこのゲームさ、どんなリーダーでもさ、ずっとやってればグラマスになれるよね。出た、何枚使うんだよ、戻される、スノーマン。ここは寒いな。でなかなか進化機切らないね。おっとでこれでブリキ出して、あーこれはさ、これで除去ってさ1枚引いてさ、ラストワード持ちてないよねあんまり、ウィッチになんか強いのいたっけ。でこれでクリーチャー出しといて、殴って殴って OK。あれなんか俺久々に潜ったけど全然勝てんじゃんこのデッキで、スノーホワイタープリンセスで。どうよほら悩んでる。あーでも金字来たらやばいな、サークイール、何が出てくんの、バハムートかな、あイスラフィールか、あー強いねそれは。あっやった進化切ってくれたバカめあーでも相手まだテフラにイスタルフィール持ってるってことなんだよねこれね、ちょっとこれきついね。ヘブンリーチス勝った勝ったよー、強っ。あれ欲しいな、なんかさ次のさ構築済みのデッキのやつにさイージスのさイラスト違いあんじゃん、あれ欲しいよな、ちょっと課金して買っちゃおうかなあれ。何それ、あーアースラか。で何出すの、イスラフィールゼロコスで出して 4回復して、あ終わりか。あーやばい負けた、うわーマジでちょっと、うわこんなん、うわー完全に超越見てなかったすえーマジで、えやばっ、うわ最近こんなデッキ流行ってんだ、うわーすげえ、いや負けたわ、いやあっぱれだった、すげえ、全然可能性見てなかった、すげえ、え？マジで、うわー強かったわ、なるほどね、いやーちょっと感動した今の。ちょっとみんなまだシャドーバースも捨てたもんじゃないよ多分きっと。
じゃあみんなシャドーバミン賞の方よろしくお願いしますね。まあ誰でもいいんだけどさ、リアルプロモーションカードとかみんな欲しいでしょ。もし俺がノミネートされたらさ、ちょっと視聴者コラボでさ、なんか合格した、合格っていうかなんか面白かった人とかうまかった人にさ、iTunes カードとか送れんじゃん。なんか10万円でさ。まあよろしくお願いします。じゃあねー。